今日はクリスマスイブです。閉園間近の香椎花園では、警察が来園者に年末年始の交通安全や防犯を呼びかけるキャンペーンを行いました。30日に閉園となる香椎花園の入り口前では、福岡県警音楽隊が演奏するクリスマスソングに合わせて、マスコットキャラクターのフッケー君と警察官が来園者にチラシや反射板などを配り、交通安全などを呼びかけました。このキャンペーンは年末に交通事故や偽電話詐欺などの犯罪が増える傾向にあるため、来園者に交通安全や防犯意識を高めてもらおうと企画されました。交通事故に遭わないように反射材、明るい服装を着装していただいて、交通事故に気をつけてください。県警によりますと、今年県内では昨日までに交通事故による死者は100人で、去年と比較して12人増加しているということです。